はい、どうもです。ついに僕がね、このゲームキューブ屈指のクソゲーと言われるユニバーサルスタジオジャパンアドベンチャー、やることになるとは夢にも思いませんでした。本日やっていきましょう。発売2001年、ちょうど20年前ですね。もう一回言います。ゲームキューブ屈指のクソゲー、ユニバーサルスタジオジャパンアドベンチャー、お願いします。無論ニューゲーム、まずこれですね。ユニバーサルスタジオジャパンというゲームなんですが、入力一切、名前入力ね、日本語使いません。全部英語です。このあたりからもう一応深いですね、非常に。うん、 OK。 まあ一応さ、ユニバーサルスタジオジャパン、USJ が何かっていう説明は必要ないですよね。そこはしませんけど、まあみんなで楽しく時間を過ごせる場所です。で、一応これキャラセレクトですね。さあ、ただ僕やったことがないので、これオープニングだね。で、一応もう先に何がどうクソかっていうのを言いますと、まあアトラクションをね、遊ぶ、お客さんと行って経験するっていうゲームなんですが、どうやらそのアトラクションに待ち時間がね、再現されているらしくて、実際に待たないといけないみたいなこともレビューに書いてました。さあ、いや、 USJ へようこそ。あ、 US この場合は僕が今日の案内人のウッディなんちゃらだよと。ここで君は映画の世界に飛び込んでいろんな体験をできますと。ユニバーサルスタジオでは今日来てくれた人のためにスタンプラリーというイベントをやっていて、これがマジで悪魔らしい。外のアトラクションでは今日のスタンプラリーのために特別にいろいろなゲームを用意しているんだ。頑張ってゲームをクリアするとスタンプを押してもらえるよと。まあ要はスタンプラリーしていくって感じかな。とにかくまずはパークの中を歩いてみよう。ユニバーサルスタジオはとても広いから迷子にならないように気をつけようねと。それじゃあ楽しんでね、行ってみようか。これすごいですね。このカメラワークもやばいらしい。なんだかビビらってな。私のサムネのような感じですね。行きましょうか。話そうか。パーク内に文字プレートを置かれています。文字プレートを全部集めるとスタンプを押してもらえますよ。アトラクションをクリアするとポイントがもらえます。ポイントが集まったらそこにいるウッディに話しかけてみましょうと。わかりました。さあ、すげえカメラアングルだ。では、このカメラは、普通ってさ、主人公がいたらそれをぐるぐる回るように。まあ、360度カメラあるじゃん。これは固定カメラなんだよね、監視カメラの視点だから。どこに何があるか奥行きすごい分かりにくい。これ玄関か。はいはいはい。これ移動マジだりな。で、一応この夢の楽園からは帰れんのかな、主人公。あ、帰れませんね。なるほど、囚われてしまいました。分かりました。とりあえずじゃあアトラクション見ていきたいよね。まあ、USJ 来たからには、ちょっとこっち行ってみようか。これなんだろう。こんにちは。いやー、アトラクションじゃない。なにこれ。スタンプはいいからさ、一旦アトラクションちょっと遊びたいわ。そっからっしょ、USJ。一応、いろんなアトラクションあるらしいんで、オフ。こんにちは。バイブレーション機能。まあ、オンにしようかな。あ、オンになった。めっちゃ揺れてんじゃん。広すぎる。ちょっと待ってね。ただジュラシックパーク行きたいな。あとバックトゥーザフューチャーも行きたい。とりあえずこれ遠いな。これマジか。このカメラアングルでそこまで行くか。まあ、ET もいいな正直。ちょっとじゃあ ET 行ってみようか。よし、これ一応 ET アドベンチャーなんで、まあ ET の世界感じていきましょうか。ただこれさ、 ET 実は見たことねえんだよな。ちょっとね、僕宇宙人怖くて今まで見れてないんだよな。ただ感動するってのは知ってる。入るかい。うん、頑張ってね。ここはまだ順番待ちとはないのかな。 OK、 よかったよかったよかった。 ET アドベンチャーへようこそ。実は今 ET が困っているんだ。はいはいはい。彼は間もなくグリーンプラネットに帰らなくてはならないんだけど、うん、宇宙船が飛び出すまでもう時間ないんだ。これ有名なさ、チャリンコで運ぶシーンか。あー、なるほどね。 OKOKOK。 そこで君に自転車を乗って ET 運んでほしい。字幕が早い。A ボタンで加速して B ボタンでブレーキかかるよ。コントロールスティックを上下に動かすと自転車の位置を変えることができる。 OKOKOK。 ET アドベンチャーやっていこうか。こんにちは。はい、チャリ乗って ET 運ぶと。あ、すごいすごいすごい。多分映画知らねえからさ、まあ、多分映画多分知ってる人間からしたらこのシーンも感動のシーンなんだろうな。屈指の。行ってみようかじゃあ。なるほど。これ僕多分デンジャラス爺さんかなんかのミニゲームでもこんなんありましたね昔。一応加速して、あ、マリカ要素もあると。わかりました。で、チャリアーがタクシー車にぶつかってもパトーカーにぶつかってもこれといって
ないんだね、困ることは。あー、倒れちゃうと。倒れてもまた倒れてもまたこう運転するっていう。確かにこれは涙なしじゃいけませんね。少年こんな頑張って体張ってるわけですから。一応 ET 要素はあるんだろうな、この先。あ、これ死なない？これ普通に、まあ一歩ミスったら弾持ってかれるような。これ死んでないか、これ派手なアトラクションですね。さあこれで飛び立っていって、今俺ゴール行ったか、今ゴールまで行ってないはずだけど、一応これでクリアかな。2、3回、ああ、これで宇宙船行くんだ。なるほどね。これはまあ映画見てる人からしたら胸厚なんですかね。おお、原作再現みたいな。さあ一応これで宇宙船まで来れたんじゃないか。だいぶやっぱ広いな、すげえな。 USJ ってやっぱこういう余裕でね、チャリンコでロングランできるだけのアトラクションあるんだね、やっぱりね。これは汗かくわ。さああと1分だけど、 OK、 いった、 OK、 クリア。さあ無事 ET を宇宙船に運びましたと。金網なんですね、宇宙船って。さあ ET 行っておいで、日本ね、地球から。お疲れ様でしたと。飛んでいってフィニッシュ。はあ、これは涙しますね、確かにね。よかったよかった、 ET 無事返して。でランキングはまあ1位と。59分、何これ。一応僕これ中古で買ってるんですけど、え、これどうやったらこれ59分かかるの、このゲーム。すごいね。あ、そう楽しむんだ USJ って。1時間滞在するんだ、このミニゲームに。 OK、 とりあえずこれで ET クリアと。さあアドベンチャーのスタンプが押されました。君はすごい。あ、よかったよかった。並んでないね、これ。え、でも俺いいタイミングで入った、もしかして。ウッディ前の帽子から便利だよね。はい、これ。あ、もう入れないんだ。あぶねえ、ギリギリじゃ。俺斜め前にできたんだ、プレイ一回きりなんだ。何これ、私とクイズで勝負よ。勝ったら2つのミニゲーム遊べるわ、これめっちゃいいね。これしようか、クイズ。クイズについてこれかしら。 OK、 クイズ、まあ一応ね、僕も一般の社会常識はあるんで。映画グラディエーター、何これ。 19、 あ、じゃあよかった、19で。え、ピッチコック監督作、マーニーの拒絶反応を示す赤色のアイテムとして登場しないのはどれ。しないのはどれ、しないのはどれ。赤インクかな、なんだこれ。映画バックトゥザフューチャー、あ、これ俺知ってるよ。毒がジェニファーを眠らせるために使った機械はデルタリズム待て待て待て、これ質問むずすぎねえか、これ。デルタリズム、ジグマリズム、ベータリズム、アルファリズム。ね、毒は科学者なんですよ、天才科学者で、時空を揺らせてアルファ睡眠か、アルファリズム。いやー、よかった、これむずい。映画バックトゥザフューチャーシリーズでタイムマシンでタイムスリップするには、時速何キロ必要。これね、これ140じゃなかった。あー、よかった、これむずいぞ。 USJ は日本のどこにできた、これはわかる。これは新幹線で行くから、確か大阪だよね。よしよしよし。映画ドラゴンハート、ギルバートは何は剣よりも強い、これペンだね、ペンは剣より強し。相当むずい。映画スティング、ヘンリーって一、わかんねえ、スティングってなんだこの映画。ヘンリー一味が ロネンガンから最終的に大金巻き上げた方法は、投資、これリアルすぎんだろ、投資は。株を買わした、これもリアルだな。ハッキングとか、いや、あ、競馬レースなんだ。映画バックトゥザフューチャーシリーズ主演マイケル・ J ・フォックスの出身国は、これさ、こういうゲームってこれ子供向けのゲームですよね。こんなガッツリ出すんだ。マイケル・ J ・フォックスはイギリス出身じゃない、あ、カナダか、マジか。ゲームオーバー。 You need to watch more movies. You need to watch more movies と、お前はもっと映画を見ろ。これやばくない？これさ、負けたらお前はもっと映画を見ろって煽ってくるんですよ。
しかも問題難しいしで、でこれが要はこのゲームがクソゲーと言われてるもう理由の主な1個、明らかにクイズが難しい、その上煽ってくるっていう。ちょっとリベンジしていい？これ絵が詳しいやつできんのかな。 US 元祖ユニバーサルシティ、生みの親は誰、カール・レムル、マイケル・ジェイ・フォックス、ロバート・ゼミクス、スティーブン、これスティーブン・スピルバーグじゃない。あーカームロベル、わからないって、むずすぎるこれ、なにこれ。お、これジョーズじゃない。ジョーズ行ってみようか。まあサメなんでね、一応これも怖い映画なんで、さすがにジョーズのアトラクションって怖いんじゃない。さあこんにちは、ジョーズやろうぜ。ジョーズ、これはもう出た、これ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 、見てみんな、ほらこれやばいだろう。でもできないんですよジョーズ、ここはもう他のお客さんがいっぱいだから入れないよ。ジョーズ僕できないんですよこれ、やばいんですよねこのゲーム。ちゃんとあの順番待ちまで再現されてるっていう、できないっていう、ミニゲームが、ミニゲームをするゲームなのにできないっていう、前代未聞ですよね。まだある種何よりもリアルだよね、やっぱ順番待ちになりますから、そう簡単にできませんと。え、どうしよう、ジョーズできないんか。え、じゃあジュラシックパーク行ってみる。一応これもね恐竜映画の金字塔ですから、アトラクションおもろいよなきっと。お、いいじゃんいいじゃん、ここは並んでないよなさすがに。今ジョーズ混んでると、あしゃ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 し、ラッキー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 、これよこれ。いやー並んでる、無理、お客さんいっぱいだから入れないよ。マジかよ、何もできないじゃん、何このゲーム、うわー混んでる、何これ、あちょし、うわ混んでる、何このゲーム、嘘でしょこれ、俺さっきこれニューゲームしたばっかよ、他のお客さんがいっぱいだから入れないよ、無理なんだ入るの、何もできないじゃん俺、初めてだゲーム実況してゲームができないって。いやゲームはできてるんだけどゲームができてないで、一応要はこのミニゲームをプレイするためにはゴミを拾うらしいんですよ。でゴミを拾ってこのポイントをゲットして、そのゲットしたポイントでなんか帽子を買ったらできるらしい。つまり USJ に来てるのに USJ のゲームをするには清掃員を僕がする必要があると、清掃員をしてゴミを拾ったらゲームできますよっていう、やばいんだこれシステムが。皆さん着きました、ワイルドウェスト、絶望です、知ってましたがやっぱり絶望です。ここはもうお客さんいっぱいだから入れないよと、ちゃんと入れないんですね、ゴミを拾うまで帰りません、これからゴミを拾いました。はい、以上ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでした。まあ晴れた日にこういうね港を見る、心を落ち着ける、それがこの USJ にある楽しみ方なのかもしれませんね。